あまたの名場面を作り、ファンを魅了してやむことはありません。そして今宵、三沢と共に夢を見せてくれます。夢のカード3タグマッチルルルル意表示を行います。小橋健太、世界一のノドワの使い手田上明、裏側コーナー300ポンドスタンハンセン、世界一の左腕の使い手スタンハンセン、250ポンド伊沢伊豆、世界一の肘の使い手三沢道春、ドリームマッチ、いよいよ実現です。旗揚げ22周年記念ジャイアントシリーズ夢のカードパート3です。赤コーナー、三沢とハンセン、なんと贅沢なことでしょう。そして青コーナー、田上と小橋、同期の入門です。夢のカードパート1は今年の3月5日、ジャイアントはサン・ハンセン対三沢小橋でした。そしてパート2は5月、ハンセン・ウィリアムスエース対三沢小橋・菊池でした。ファンに夢を与える夢のカードパート3、まもなくゴング、60分の一本勝負、三沢・ハンセン対田上・小橋です。先陣を切ったのは小橋とハンセン、夢のカードパート3です。王道秋ジャイアントシリーズ94最終日本武道館、ハンセンが前に出ます、小橋がバックステップします、体勢を入れ替えます、お逆水平をブロックするスタン・ハンセン、もうすでに顔は上記しています。さあそしてもう一度組み合います、締め上げていくスタン・ハンセン、小橋はエルボー、そして逆水平、もうすでに気合がみなぎります。桃田さん、この夢のカードパート3、はい、見られないカードですよね。そうですね、まあ、要するに現役の要するにタッグチャンピオンが、はい、要するにパートナーとしてじゃなく、対戦相手になるということはまずありえませんからね。そうですね、だからこの4人のですね、その精神的な面でね、はい、そのどういうふうに戦うかというのは本当に僕も想像つきませんよね。桃田さんお話のように、現世界タッグチャンピオンは三沢小橋が保持しております。その三沢と小橋が赤コーナーと青コーナーに変わるたもとを分かっています。赤コーナー三沢のパートナーがスタン・ハンセン、そして青コーナー小橋のパートナーは田上明、世界タッグのタイトルを持つ2人が敵と味方に分かれます。そして桃田さん、はい、この青コーナーで言いますと田上と小橋、はい、このタッグチームもまた注目なんですよね。そうですね、あの、パートナーとしてもですね、三沢選手とハンセン選手、はい、この2人もまず要するに対話するチャンスってのはないわけですよね、そういう2人がですねタッグを組んでどうやってお互いにここに何ですか、あのカバーしていくかっていうのは、はい、もうそこら辺も本当に見ものですよね。もう想像つきませんよ、はい、もうもちろんあの小林選手と田上選手にもまるっきり同じことが言えると思うんですよね。そしてこの試合のもう一つの見どころがこの画面、そうです、ね、左三沢右小橋、この二人です。さあまずは三沢がロープに振った、小橋が三沢を吹っ飛ばす、そして3人ポジションから今度はエルボーを見舞いしていくのが三沢です。逆水平をかわした三沢、おーと腕を取って投げていきました、ヘッドシャースからクリーン、そしてもう一度腕を取ってヘッドシャース、速い、私も舌を噛みそうです。いやー、2人で組んで世界タッグを保持しているこの2人、敵と味方に分かれます。試合前三沢は小橋とは
逆に思い切りぶつかっていける楽しみだ、そんな話をしてたんですけどね。そうですね、三沢選手にしては当然そうだと思いますね、はい、やっぱりその長屋でシングルでもですね、トップを取ってきてる人間ですから、もう要するに自分は要するにたとえパートナーだろうと試合になれば目一杯やりたいっていう気持ちだろうと思いますよね、はい、さあそして青コーナーでは小橋が田植えにスイッチを行いました。小橋と田植え昭和62年、時を同じくして入門いたしました。小橋はサラリーマン生活を経て、そしてこの今リング上の田植えは角界からの入門でした。田植えは63年、翌63年の正月にあのジャイアント馬場と組んでのデビューでした。一方の小橋は第1試合からあるいは第2試合からコツコツと積み上げてきました。そして今同じコーナーに立ちます田植えと小橋。赤コーナーでは三沢からハンセンへのスイッチ、ドロップキック。これはハンセンも珍しいドロップキックを放っていきました。乗っていますボディスラム、そしてロープの上から、おお、これは体ごと落ちてきました。強引にフォールに行きます。カウントは2です。夢のカードパート3、田植え小橋対三沢ハンセン。田植えと小橋のチームワークはどうか、三沢とハンセンのチームワークはどうか、そして三沢と小橋の対決はどうか、見どころはつきません。ハンセンが田植えを締め上げます。コブラツイストです。ハンセンと三沢、過去ハンセンと三沢は休戦しています。6勝しているのがスタン・ハンセン。普段はライバル、相まみえている間柄、今日はタッグパートナーです。さあ、大ハンセンが抑えて三沢がボディープレス。桃田さん、この辺り、はい、なかなかいいですね。そうですね、みんな4人ともですね、はい、そのよく対戦してますから、はい、技は知ってるわけですね、はい、どういう技を 使えるかとか、そういうことを要するに瞬時にやっぱり読めますからね、はい、そういう意味でパートナーの技をうまく引き出すこともできますよね。試合前三沢はハンセンとのタッグ、チームワークはあまり期待しないでくれと話していましたが、しかしハンセンとやはりタッグパートナーチームを組むのは非常に楽しみであると話していました三沢です。フロントヘッドロックに田植えを捉えます。5分が経過しました。60分の一本勝負、94ジャイアントシリーズ夢のカードパート3です。さあ田植えがここは強引に切り返していくでしょうか。ハンマーに取ります。三沢ボンボを切った、そしてエルボーです。黄金のヒッチ鉄砲、ガクッと崩れました。ダイナミックティーも三沢の右肘にはかないませんでした。そしてハンセンへスムーズなスイッチです。ロープに振ります。おお、スケールの大きなハイキック、田植えアキラ、そして小橋にスイッチ。小橋がユナイタにストンピング、そしてブレインバスター、大きな声が出ます。キャンパスに打ち据えられましたスタン・ハンセン。カバーに行きます小橋健太。この小橋といいますと、5月には世界タッグで川田、そして田植えと40分を超える死闘、そして9月には武道館でウィリアムスと三冠戦、こちらも41分、シングルマッチで41分。改めて桃田さん、はい、小橋のスタミナ驚かされましたね。すごいですね、本当に彼は、まあ、もちろん練習も人を3倍も4倍もする人間ですけれども、はい、このスタミナっていうのは練習だけでは培われないんですよ ね、 やっぱり生まれ持ったものっていうのがありますから、これは彼の天性のものだと思いますけどね。その上にやっぱり鍛錬をしているということで、はい、人一倍スタミナはありますよね。結果はどうあれ、このところの小橋、はい、そういった長い試合も戦っています。内容も濃い、はい、非常に自分の心の中でも充実してるんじゃないでしょうかね。そうですね、もう今一番乗ってる選手と言えないことないと思いますよね。今一番プロレスが面白くて仕方がないのがこの小橋健太だと思います。しかしその小橋に容赦ないキック、そしてヘッドバットを打っていきますスタン・ハンセンです。エプロンサイドからハンセンが小橋を追って降りてきました。まずはどうするかスタン・ハンセン、おお、傑作に小橋を投げつけます。小橋大きく息をつきます。傑作の間に挟まれたハンセンが踏みつけます。この辺りはいつも通りのラフタップを
小橋の髪の毛をつかみます。リングの上に強引に引き戻すスタン・ハンセンです。赤コーナー向こう側にはタッグパートナーのミサーがいます。ミサーの背中が見えています。その向こうでハンセン戦います。後ろから締め上げるスタン・ハンセンです。スタン・ハンセンは三冠のベルトはミサーの前第9代のチャンピオンでありました。ハンセンからミサワ、そして現在はウィリアムスに三冠のベルトは移っています。さあその前三冠統一チャンピオンミサワドロップキックです。このミサワは三冠の統一チャンピオンとして防衛は7回、7月にウィリアムスに敗れました。ある面ほっとした気持ちもある、そう話していたミサワです。スピンキックで小橋を倒します。小本さん、またこの試合この4人を見てますと、はい、次の三冠ベルトへの挑戦ということも考えますとこの4人当然あの4人とも権利はありますよね。ですね、ただあの今見てて気がついたんですけど、はい、あの三沢選手と小橋選手ってのはわりかし正統派のレスリングですよね、でハンセン選手と田上選手ってのはわりかしラフがメインですよね、はい、だからあの普通だったらパートナー必ずラフしてたら同じようにラフ行くんですけども、現在の場合やってませんよね。あ、なるほど、お互い4人が4人とも持ち味を生かしてファイトしてるということですね、さあそして現世界タッグコンビが敵と味方に分かれて力比べ、そして三沢が小橋を蹴り上げました。小橋が三沢を見つめます。この小橋、相手が誰であろうと全力投球、それは先輩として慕ってきた三沢が相手でも変わりはありません。またそれが小橋のいいところです。ファンを熱くさせるところです。サーフボードストレッチに取りました三沢道春。10分経過しました。60分の一本勝負、夢のカードパート3、三沢ハンセン対田上小橋というドリームマッチです。ファンの誰もが夢見たドリームマッチ。94ジャイアントシリーズ最終日本武道館、今日満員です。お、小橋がバックドロップ、三沢に果敢に打ちました。さあそしてカウントはカウント2、おお、ハンセンがカットです。三沢のピンチにハンセンがカットです。夢のカット、そして小橋がハンセンを突き落とす。そして三沢もエスケープしているが、その三沢を追って田上が、そして田上が小橋をちらっと見合って、小橋はどうするのか。田上と小橋、今日ここまでまだ連携はありません。三沢を抑える田上だ、鉄柵に打ち据えます。そして小橋はトップロープ越し、エプロンサイドから三沢を見つめています。一方赤コーナーではハンセンも小橋を牽制、4人が一直線に並んでいます。三沢が戻されました。フォールに入ります。カウントは2、ロープブレイク、右足がロープにかかりました。小本さん、はい、まず小橋が三沢にバックドロップ躊躇なく打っていきましたね。そうですね、デンジャラスな雰囲気のバックドロップです。何の遠慮も本当にありませんね。まあ小橋選手も三沢選手も当然お互いに対戦するからにはね、全力でぶつかり合うとは思いますけれども、はい、もうかなり強烈に小橋選手が行きましたね、さあそしてコブラツイストからここで田上にスイッチします小橋。そして田上はどうするのか。三沢を高々と抱え上げた、そのまま前に投げた、あとは2。田上のそのダイナミックなスケールのファイトも変わりません。本当に4人が4人の持ち味を生かしています。ドリームマッチ、ファンに選ばれたドリームマッチ、ファンの心をよく知っています。お互いがお互いの持ち味を生かしたファイト、それをファンに見せています。ハンセン、三沢、田上、小橋です。さあそして早い感覚でタッチワークを行います。青コーナー、田上と小橋、赤からオレンジへ、小橋がストンピングです。三沢はこの表情、まだうつ伏せです。三沢と小橋、今年はこれが初めての顔合わせということになります。今年のチャンピオンカーニバル、三沢は不
勝いたしました。途中から戦列を離れたこともありまして、三沢と小橋のシングルマッチの対決はありませんでした。それだけにファンも見たいこの2人の対決。去年のチャンピオンカーニバル以来ということになります。さあカウンターのエルボー、汗がしぶきになりました。カウント2、跳ね上げます。もう汗びっしょりです。小橋健太ブリンバスターの体勢、三沢も踏ん張っています。ここは小橋の好きなようにさせないか、こらえる三沢、打ち返します。この辺りはさすがです。そしてスタンハンセンを見る小橋、いや三沢、タッチ成立、赤コーナー、あーまずは足から突進、おお DDT、 アウエにも突っかけます。少しむき出し、歯を食いしばっているスタンハンセンの顔がよく見えました。そして青コーナーのトップに小橋を上げておいてどうするか、おお小橋も上から張っていきます。ありふり構わない攻撃、どこからでも小橋は攻めてきます。ラリアットのような形でした。さあハンセンと小橋です。ハンセン膝をつきながらなおも小橋に、小橋もストンピングです。こめかみのあたり、そして青コーナー、ハウエにスイッチ。さあそして場外にハンセンが落とされました。青コーナー、おここで小橋とハウエ見事な連携、ラリアットを打ちます。今日初めて見せた連携らしい連携です。さあそしてさらに小橋のラリアット。このタウエと小橋は入門は同期、そしてデビューは1ヶ月の差がありました。平成2年の夏には三沢小橋らとともにタウエが長世代軍にいたこともありました。タウエは平成2年7月、ジャンボ鶴田のパートナーに指名されて小橋と長世代軍、そして鶴田軍と袂を分かったわけであります。それからは2人はライバル関係ということになりました。それ以来シングルマッチでは田植えと小橋、田植えは小橋に負けたことはありません。今年に入っても田植えと小橋は参戦して3引き分け、良きライバルが今青コーナーでタッグチームを組んでいます。そして今場外で初めてと言っていい連携を見せました。このあたり試合前、桃田さん、小橋と田植えはかなりそのタッグチームとしてのことは田植えの方が意識していたような、うん、そうですね、やはり普段はライバル同士、もうあのやっぱり現在の、はい、タッグのチャンピオンと、はい、あの前チャンピオンということでですね、やっぱりその意識が多少はあると思いますね、はい、まあ、お互いライバル同士力もよく分かっているからこそ今年に入って 3つの引き分けもありますしね。まあ、としても、はい、お互いの本当手の内をよく知り抜いてるというか、やっぱり長いことやってますからね、はい、もちろんファンの期待に応えてのこのタッグチームの誕生であります。ここはお見事な連携を見せます。ギロチンドロップ、あ赤とオレンジ入れ替わり立ち替わり、スタンハンセンのエンジンのあたりにギロチンドロップ打っていきます。カウントは2、普段のライバル関係も今日はお休みです。田植えと小橋、ハンセンを攻めます。そして小橋、ハンセンを頭を小股に挟んでいます。三沢のカットリバーススープレックス返します。小橋がすぐさま立った、おっとカウンターのエルボー。さあそしてハンセンに三沢が手を伸ばします。入ってきた、三沢と小橋だ、フライングラリアット、三沢が先に立ち上がります。スピンキックかわした、蹴り上げて、そしてチョップ、朝霧チョップです。三沢がここでガクッと膝を落としました。エルボーです。チョップには肘で、そして足でお返し、
火をつけます。小橋が歯を食いしばる。逆水平、三沢エルボースピンキック受け止められるとすぐさまその後があります。本当に小橋は強くなった、いいプロレスラーになった。しかしまだ小橋には熱くなりすぎるところがあると冷静に分析していた三沢です。そのあたりのことを身をもって教えるんでしょうか。返します。後ろ取った三沢、真上のカットです。おお、エルボー、そしてタイガースでスープレックスの格好だった。おー、そしてそろい踏みだ。三沢とハンセン、タイガードライバーと、そしてパワーボム。小橋がカウント2で返します。いや、三沢とハンセン見せてくれますね、桃田さん。そうですね、やっぱりなんてですか、やっぱり意識してる部分ってあると思いますね。はい、さあこうなると、おお、さらにハンセンと三沢、見事なダブルのブレインバスター。お、そしてハンセンが指示を出し、三沢がおお、エルボーを落とします。おお、もう一回、今度はハンセンだ。いや、あのあたりのコミュニケーションもうまく取ってます ね、 そうですね。やっぱりお互いに実力を認めてるってことだと思いますね、はい、お互いに分かり合えるからこそ、お互いを認めてるからこそ、こうしたタッグもすぐに息が合うんでしょう。さあ、小橋コールも起こっています。ハンセンがニーリフト、おお、今度はパンチだ。さらにパワーボムか、スタンハンセン、おーっと、そのまま押し潰した小橋。カウントは2、20分経過しました。日本勝利、夢カードパート3、三沢ハンセン対田上小橋。さあ、田上が出てきた、ダイナミックハイキック、ボールの体勢、カウントは2。そしてスタンディングポジション、おお、ココナッツクラッシュ、ハンセンは倒れない。もう一発、ここで倒れます、ハンセン。先ほどは三沢がタイガードライバー、そしてハンセンがパワーボムを同時に打ちました。田植えと小橋、何をしてくれるでしょうか。まずは田植え、ニュートラルコーナーから振ってきます。肘を落とした。カウントはカウント2、返します。ストンピング、なおもハンセンを攻めていきます。ロープのハンドを利用した、ハンセンのタックルを受けました、田上明。そして三沢が、おお、ドロップキック、そして三沢飛ぶか、飛ぶか、おっと、見事にかわした。あ、場外ハイキックが立った。ハンセンが待っていた。三沢がハイキックで倒されるや否や、リングの上から振ってきたのはスタンハンセンでありました。新幹、空を飛びます。いやー、すごいですね、みんなのタイミングが、要するに三沢選手が本当かわされたと同時に飛んできましたね。そうでしたね。いや、驚きました。即席のタッグチームであのタイミング、信じられません。まさにアンビリーバブルな三沢とハンセンであります。もしこんなタッグチームが存在したら大変なことですね。大変ですね、さあ、片指に固めます。本当に夢のカードです。三沢ハンセン対田上小橋。さあ、ハンセンお腹のあたりを抑えながら三沢にスイッチ。一方、青コーナーには小橋はもうすでに帰っています。さあ、タイガードライバーの体勢、小橋が入ってきた、押し込む、タウ、三沢は肘鉄砲落としていきます。ニュートラルコーナーから逆に振った、振り返された、振り返ってくるところ、おっと、捉えてギロチンホイップがかわした、ハイキック、どっちが攻めてるんだか分からなくなってきた。ラリアットから小橋へつなぐ、タウエ、ニュートラルコーナーのパット、逆水平、さあ、ここから速くなる小橋の右腕、三沢
沢の胸板に小橋が逆水平を打ち込む。そして田上のラリアット、そして小橋のラリアット、ハンセンのカット、そして田上と小橋の合体のショルダー。あらゆる一瞬が夢のカードにふさわしくなってきました。小橋が右腕を回した。田上がホイップか、三沢がこらえる、三沢がこらえる。さあ小橋が待つ、汗だく、全身汗だくの小橋が待つぞ。ここでハンセンが来た、ジャンピングにハンセン倒れる。小橋が待つ、腕を回す、田上がホイップラリアット。そして何を持ってくるか、ジャーパーチューク。小橋が三沢にジャーマンスープレックス。さあ場内騒然。3月5日夢のカードパート1では、あの三沢がジャイアント馬場からボールを奪っています。何かが起こる夢のカード。三沢危ない、カウント中、カウント中。桃田さん、はい、夢のカードパート1ではジャイアント馬場から三沢がホールを奪っているだけに、何が起こるか分かりませんね。そうですね。さあもう一発、もう一発、もう一発か。ハンセンが来た、ハンセンが来ました。さあその間に三沢が立ち上がる。さあセカンドロープから、おーっとダイビングショルダーとエルボー相打ちです。いや夢のカードとはいえ、この試合は夢ではありません。実現しているカードなんです。やる以上は勝ちますと語っていたのは小橋。三沢からあるいはハンセンからボールを奪うことができるでしょうか。小橋、おーハンセンもダイビングショルダーを放ってきます。田上がカットに入るか。さあ25分、まだハンセンのマリアクト左側抜かれていません。相手が出たか、おーカウンターのエルボートラスキック、そしてボロキック、小橋左アット。ハンセンはまず場外に落としました。そして田上か、田上か、田上か、おーっと VCだー。いや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 、田上と小橋も見せてくれます。桃田さん、はい、試合前は田上と小橋今日のタッグチーム意識してましたが、やっていくうちになかなかどうして、そうですね、やっぱり相通じ合うものがあるんですね。ありますね。でやっぱりあの本当に4人が4人、要するに自分の良さを出して、はい、なんていうんですか、意地を張り合ってですね、もうやられたらやり返すと、はい、そういう良さが出てますね。さあ一転して田上小橋組優勢に試合を進めます。エプロンサイド小橋がトップロープ越し、お張られた、張られたら張り返す、目には目を、歯には歯を、小橋健太見事なブレインバスター、トップロープ越し、そしてフォールに入る。カウントは2です。さあそして田上にスイッチ、青コーナーダイナミックキー面目役所か。さあ喉輪が鳴るか、喉輪が唸るか、三沢が入ってきた、これを2人両にする、おお高い、田上と小橋見事な合体、三沢を粉砕。次のターゲットはハンセン、これまた粉砕です。抑えます。カウントは2、カウントは2です。その間小橋はもちろんミサを抑えていました。さあそして天下の喉は落とし、カウントはカウントに入ります。ミサはさあ何が起こるかわからない夢のカード、おーっと小橋場外転落、田上のハイキック、おお田上またコーナーに三沢を吹っ飛ばした、あーゴーリングでエルボー、三沢だ、4人とも倒れた、4人とも倒れた。緑とオレンジと赤と黒それぞれがこのライトブルーの全日本プロレスマットに倒れています。三沢が、ハンセンが、田上が、小橋がファンのために、全日本プロレスのファンのために夢をかけて戦います。
そしてハンセンが左腕のサポーターに手をかけました。田植えピンチ、小橋が帰ってくる。あ、しかしパンチ、ハイキック、三沢と小橋、そして田植えとハンセン、あ、おっとおっと、あ、パンチャー、いやパンチャーじゃないぞ、コペコンヒーローだ。バーリングの上だ、カウント3、カウント3、夢のカードパート3、見事なカウント3、夢のカードパート3、94、チャンピオンカーニバル、サンハンセンが田植明を見事に抑え込みました。勝負タイムは28分22秒。しかしそのハンセンが田植えを抑え込む間も見事に場外に三沢が小橋を、あれは最後何だったですかね、山本さん。ちょっとね、臨場の方を見てたんで、まあ、両方でしたからね、そうでしたね、